小屋を作ってみたこれで一坪分の小屋が建ちます。可愛い小屋、基本的にはもうこれ、はいはい、電動ドライバーこれ1個で組み立てちゃう、はい、そんな簡単なキットノコギリとかそういういらないいらないですか、これだけ、マジですか、はい、今だいたいお昼の1時ちょっと過ぎぐらいなんで、はいはい、3時のおやつにはその小屋ですおやつが食べられる2時間で2時間2時間に家が建つんですか。2時間一本勝負、すごいですね。これ1本でこれ1本で、はい、やってみようと思います。はい、ではですね、ちょっと材料をこっちに運んできて、ちょっと段取りだけしました。こう斜めのところに、立てるものですから、ちょっとあのレベル水平を見るのにちょっと時間がかかるので、ちょっと使い石とレベルだけをちょっと省略したんですけれども、ちょっと時間経っちゃいましたね。今2時22分ですね。はい、ここからじゃあ、作っていこうと思います。おやつに間に合わせましょう。お願いします。一応大きさとしてはまあ、いわゆる一坪サイズのタイニーハウスをちょっと今から作っていきます。この材料が30万円ぐらいで買える。原付買うより安いですね、タイニーハウス自分で建てたやつってもうまさに秘密基地だよね。そうですね。ここはですね、あの日華タイニーズパークっていうあの名前なんですけれども、あのこのこういった小さな小屋がたくさん展示してあるんですよ。販売もやっておりまして、動画のタイトルの上あたりにこの情報も載せてありますので、そこ青いとこクリックしてもらえると見れると思いますね。あれありますよ、僕らの販売。ああ、持ってきましょうか。どうぞ。こいつがね、これとはね、段違い。はい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 。ありがてえ。夜ご飯の時間になっちゃったあの3時のおやつ食べれるって言ってないですけどね終わり2時22分からスタートしましたんで、まあ休憩したりちょっとやり直したりとかしましたけどね。まあ賞味3時間そうですね暗いしました。中はこんな感じですね。ここ開けると、お、なんか、あ、明日ちょっとハロウィンのイベントがあるもんですから、ちょっと中ね、こういう風になってますけれども、蜘蛛の巣みたいなのもあってすごい。これが、いわゆる一坪サイズ 1m80×1m80 の大きさですね。窓も開くようになってますね。